マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。よく過去10キロも太っていたすみか先生、一体その頃何を食べていたのか気になりますっていうお声をいただきます。そこでこの動画では過去10キロ太っていた私が食べていた朝食についてお伝えしようと思います。もしあなたが健康的で綺麗に痩せたいなとお考えであれば、今すぐこの朝食をやめてくださいね。今回のテーマはこちらです。10キロ太っていた私が食べていた朝食3選お伝えしますね。話の流れはこちらです。1つ目です。なぜこの朝食で太ってしまうのか。2つ目、太る朝食3選流れでお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこの朝食を食べていたら太るのかということで、ポイント3つ挙げますね。1つ目は腸内環境が乱れてしまうからです。これはですね、ダイエット成功させるためには腸内環境が整っていることがもう大前提になります。そうしないとですね、あなたは遠回りしてしまいますし、何よりも結果が出ません。その原因は根本的に痩せ体質へとなっていないからなんですね。一生懸命運動したり食事量を減らしてみたりね、あれこれ食べたとしても、まずはこの腸内環境を整えることをしない限りは痩せることはできません。ですから私が食べていた朝食はこのまさに腸内環境を乱してしまうものばっかり、まあ食べていたわけですよね。その結果、まあ、いつまでたっても痩せませんし、そもそも体調も崩していくと、まあ、こういったね悪いことしかありませんので、ぜひまずは腸内環境を整えることからスタートしていきましょうね。では2つ目です。血糖値を急上昇させる朝食だったからということで、今はもうよくね常識になってると思うんですが、少しね一昔前まではダイエットイコールカロリーコントロールだったんですけども、今はですね、そのカロリー云々よりもそもそも脂肪をため込む原因となる糖質をコントロールしましょうというのがもう主流になっているんですよね。そこで私が過去食べていた朝食はこのようにですね、カロリーもまああるんですけれども、その前に血糖値がいきなり朝からバーンってこう急上昇するものを平気で食べていたわけです。そうするとそんなに量は食べていないのにもかかわらず、急上昇する時のこのね振り幅で脂肪がどんどん溜まっていくわけですから、すごく良くないわけですよね。しかもいきなり血糖値が急上昇しますと、それを抑えようとしていきますから、もうすぐにねだるくなったり眠くなったりお腹が空いちゃったりと、まあ、そういった悪循環なる朝食を食べるっていうことは、やはりいつまでたっても痩せることができなかったと、まあ、こういうことだったんですよね。で3つ目です。私が食べていた朝食はですね、低体温になるものばっかりだったんですよね。簡単に言うと、食べれば食べるほど体がお腹が冷えていくものばっかり選んでね食べてました。そうするとどんどん代謝が落ちてしまって、ますます太るし、まあ、不健康になっていくっていうね、まあ、こういった負のスパラルへと入っていくのを私は朝からわざわざね食べていたと、まあ、こういう過去があるわけです。ではここからさらに詳しく、低体温になるとどんなメリットデメリットがあるのかをお伝えして、次の項目に移っていきます。まず体温が低い方、例えば35度台とか、まあ、あっても36度台ちょっと前半の方っていうのは、やはりそれはねもう低体温の域に入ってます。で低体温だともう一気に代謝が下がっていらっしゃいますし、また血行不良になってね、もう老廃物がどんどん溜まってしまって太るわけです。プラス良くないのが、あなたの免疫力もどんどん、ね、低くなってしまうので、今ねコロナ大変ですよね、まあ、そういったいろんなウイルスに簡単にこう負けてしまう体になっていってしまうんですよね。でよく今はですね、もう本当数十年前の日本人に比べると、今の日本人の方々っていうのは男性も女性も、もう一度ね低くなってるって言われてます。でどうかすると、普通体温が高いお子様でも6度ないっていう方が多いんですよね。そうするとこういったね、もういろんな免疫が下がって元気が出なくてイライラしたりとか、肥満児とかね、まあ、そういったその問題がもうすでに出ているということなんですよね。逆に体温が1度上がると、それだけでなんと代謝がね
12% も上がります。でプラスここ逆ですよね、血流が上がって免疫力もですね 30% も上げることができるんですよ。いかがですか。もうこれはね、痩せるし元気になるし、また免疫力が上がってウイルスに負けない体を作れる、これがね体温を上げるメリットになりますから、ぜひですねまずは体温を下げないものを食べましょうということですね。ではここから過去私が食べていた太る朝食3選について2つ目の項目伝えていきたいと思います。まずはですね、先生それも良くないですかってびっくりするようなものも入ってますか、ぜひ最後までご覧くださいね。まず1つ目は菓子パンです。これはね、そりゃそうだろうって思いますよね。もうとにかく菓子パンがね大好きだったんですよ。なぜかというと、おやつも好きだったので、甘いものが今もねもちろん好きなんですけれども、ただね工夫して食べることができています。まあ、ポイントがあるわけですよね。でもうとにかく朝からですね、デニッシュとかそのもうほぼほぼこうケーキに近いようなですね菓子パンをご飯として食べていたんですね。でその頃私はとても無知で、その、ご飯も食べたいけどお菓子も食べたいから、一度にねそれが両方かなうものを食べたら、量もね一つや二つで済むし太らないんじゃないのなんて思ってね食べていたわけですよ、平気で。しかも朝から、で空腹の時にそんなねいきなり甘いものをですね食べるとバーンって血糖値が上がる、しかも白砂糖系はねお体をめちゃくちゃ冷やしますから、ドーンって下がってね、いつもね疲れてました。疲れてる子供本当ねそうだったんですよ。もうすぐ何かしたらね、もうきついとかね、頭が痛いとか、やる気出ないとか、体力なかったわけですよね。今思えばそういったものを朝からですね平気で食べていたということが、はあ、なるほどねって思います。ではここから太る朝食2つ目です。これもね結構皆さん食べてらっしゃる方多いと思うんですよね、痩せると思って。何かというとフルーツグラノーラです。よくですねスーパーで売ってある丸々グラノーラっていっぱい種類ありますよね。でよく原材料見てくださいね、とにかく甘いんですよ。これはねっていうね、味付け、プラスどうかすると人工甘味料とかね添加物がたっぷり入ってるわけです。でああいったものって普通そのお好みにもあると思うんですけど、私はやっぱりね牛乳、冷たい牛乳でね食べてたんですよ、混ぜて。これはね太りますよ、体は冷えるし甘いし、しかも体温がねどんどん低くなって代謝も落ちちゃうしということでですね非常に良くない。でしかも人工甘味料なものであれば味覚障害になってしまって、もうどんどん甘いものがねすぐね朝食食べた後ね、よく覚えてます、10時頃にはもうねなんかつまみたくなるんですよね。そもそも満たされてない朝食ですから。でプラスその牛乳っていうのはやっぱり日本人にあまり合わない飲み物です。ほとんどね日本人としてのその DNA で牛乳をその分解できる酵素がね、私たち持ってないんです、そもそもね。そういった方がやっぱり取りすぎてしまうと良くないわけです。プラス腸内を汚す、小麦粉に含まれるグルテンとかね、あと似た成分の、カゼインが残念ながら牛乳にも入ってますから、やっぱりそういったものをね毎日召し上がってしまうと、腸壁がねベタッと汚れてしまうわけですよ。そうすると食べても食べてもあなたは消化吸収ができないから、結果栄養不足になってしまって太るということですから、できればねグラノーラ好きな方は私もね手作りします。オートミールとねドライフルーツを買ってきて天板でオーブンで作ったりするんですけれども、やっぱりね無添加が一番ですし、冷たい牛乳などかけずに、私はどうしてるかというと手作りグラノーラなのに今は無調整豆乳でねホットで温めて食べてます。やっぱりそういった工夫をされると全然違いますからね、工夫が大事ということです。ではいよいよ第1位は、これもね皆さんって思われるかもしれませんが、野菜フルーツジュースです。でこれはねよくパックで売ってますよね。よく定期購入で野菜ジュース取ってますとか、やっぱりね野菜とかフルーツ不足良くないと思うんで、そうは言ってもねなかなか作れない、朝からね用意できないからちょっとジュースで補ってますという方多いんですよ。太ります、今すぐやめた方がいいです。なぜかというとそういったものはですね、そもそも栄養がねもうないですよ、加工する過程でですね、プラス
いんです。めちゃくちゃ糖質高いんですよ。もうほんとこのね、たと200ミリの1パックだけでもやっぱり角砂糖3、4とかどうかしたらね、もっともっと入ってます。ですからそんなね、朝空腹の時にいきなり糖質ですよ、甘いものバンと入れちゃうと、先ほどお伝えした通りのことが起こってしまいます。ですからこれがいいんだと結構ね思い込んで食べたり飲んだり朝からしてる方多いです。今すぐやめましょう。そうするとね、あなたはやはり根本的な痩せ体質に生まれ変わることができます。でまたじゃあ逆にね、どんな朝食食べたら痩せるんですかっていうご質問も多いので、それはまた別動画で私 YouTube チャンネルアップしてます。痩せる朝食ってことで検索してね、ご覧いただけたらと思います。さあいかがだったでしょうか。今回の動画まとめは、太る朝食とはということで、腸内環境が悪化して、しかも血糖値が急上昇するね、お体を冷やすものはやめましょうってことでしたね。あなたももし思い当たることがありましたら、すぐにやめていただきたいなと思います。そしてご一緒にね、腸活続けて健康的で美味しく食べながら痩せていきましょうね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。